覚悟なさい。やらい、よっ、はっ、よっ、すぐに死ぬなよ。つまんねえからよ。あら、あたりをかけるわよ。闇を切り裂く神速の刃。人々、こいつ、ちょこまけ。信じられるっていいものね。なあ、バカな、この俺様。だが、ダメ。アナスタシア、聞こえるか？キャプテン、この通信は君だけにつないでいる。少しだけ俺の話を聞いてくれ。君は負傷しているその体で先陣を切り、みんなのために道を切り開いた。もういいだろ。自分を許してやってくれないか？そうね、悪いけど忘れられそうにないわ。忘れてはいけないと思う。アナスタシア、でも死んでもいいとはもう思わない。生きてあなたのその思いに応えていくわ。分かった、今はそれでいい。だけどいつか絶対に忘れさせてみせるよ。これから作っていく俺たちの思い出でね。きっと花組のみんなも同じ思いだ。言い出したら聞かない、そんな人よね、あなたは。分かったわ、その日が来るのを待ってる。その日を夢見て生きるわ、神山。ありがとう。最高の舞台だったわ。